あ、もう大丈夫ですか。はい、あ、じゃあよろしく。気象予報士の佐々木京子と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。私はですね、こちらにいらっしゃいます研究者とかね、学者の方々って立場でもありませんし、まあ、皆さんのようにですね、天気予報、それを利用するだけっていう立場でもなく、その間に立ちます天気予報を伝える、まあ、気象予報士としてですね、今日は天気予報について考えてみたいと思います。まず皆さんにとって馴染み深い天気予報って言ったらこれじゃないですかね。テレビの天気予報だと思うんですね。今日はですね、テレビの天気予報について残念なお知らせがあります。今までね、こう聞いていただいたように、もう梅雨前線の仕組みに迫る研究者がいらっしゃり、もうゲリラ豪雨を捉えようとする研究者がいると、ね、この方々ね、こう楽しんでいるように見えますけれども、楽しみながらもですね、こう汗水垂らしてこう現象の解明に努めてる、こうやって日々前進してるわけなんですね。それはお分かりいただけたかと思います。その一方でですね、テレビの天気予報、実は30年前からほとんど変わっていません。で、なんだったらですね、ほぼ交代してるんじゃないかって言っても過言ではありません。先ほど荒木さんも、情報は、なんていうか、なんか協力してくださいって言ってました。で、協力するんだったら、その一番力になるテレビの天気予報、テレビの天気予報っていうのが一番力になると思うんですけれども、その強烈な情報発信の窓口、そこで研究者の熱い思いが組まれていないっていうのが現状です。まず梅雨の予報は外れやすいって言います。ゲリラ豪雨は神出鬼没だって言います。関東の雪は気温が1度違うと雨雪が違う言います。じゃあ気象予報士は何を当てられるんでしょうか。いつ天気予報を当てられるんでしょうか。モテサクさんも言ってました。天気予報8割当たるって言ってるんですね。なんですけれども、残りの2割、ここで当てなきゃっていう大事なところで大外ししてるんです。大外しする、天気予報が外れるもんだから自信が持てない。自信が持てないから解説が曖昧で、へんてこで、昔から変わらない解説になってしまう。まあ、最近流行りの解説で言いますと、竜巻の原因っていうのがあると思うんですけれども、これ大気の状態が不安定っていう、ことをよく言うんですが、もしですね、大気の状態が不安定っていうので竜巻が発生するんだったらですね、これはっきり言って日本は竜巻地獄です。あっちでもこっちでもしょっちゅう竜巻が起こってしまいます。でもそんなことないですよね。見たことだってない。つまり竜巻だけじゃなくて、さまざまな現象の仕組みがですね、もう解明されてて、解説の材料が豊富に揃ってるっていうのに、こういう解説になってしまう。もう材料が豊富に揃ってるのにカレーしか作らない彼女みたいで超厄介。そのくせ一番声がでかい。だからその気象情報を受け取る側が振り回される、混乱してしまうんじゃないかと私は思うんですね。まあここで、まで切ってですね、お前なんで文句言ってんだと、お前なんなんだっていうことを思われるかもしれませんので、私がやってる天気予報をですね、ご紹介、お話しさせていただきたいと思います。私、普段特定事業者向けの予報ということでですね、こういう企業向けに天気予報を出してます。中身はですね、こうちょっと細かい天気予報になってるんですけれども、例えば雪の予報を例にとりますと、1時間間隔の気温、降水量、降雪量、路面温度、路面状態などをですね、高速道路って長いですよね。その区間を区切ってですね、その区間ごとにこういう情報を出してるんですね。まあ、それぐらい雪ってこう場所によって降り方も全然違いますし、時間によっても刻々と降り方が変化してしまう。それぐらいシビアな情報を求められるんですね。なので仮に私がですね、あ、今日あんま降んないですよみたいな予報を出しちゃった場合、夜中に一転して、お、やべ、雪がガサガサ積もるぞみたいなことに変わっちゃった場合、これはもう大変なことになります。どう大変かというと、まず想定していなかった除雪車が出動することになります。除雪車出動するときですね、一旦こう通行止めにしなきゃいけないんですね。で、通行止めにするときって警察にご連絡しなきゃいけないんですよ。そうすると警察が出動します。警察出動したらいいけど、その後
凍結防止剤とかっていうね、薬剤散布っていう作業もあります。さらにね、チェーン規制、みんなノーマルタイヤで来ちゃってる人いますから、そういうのチェーン規制をかけなきゃいけないと。まあですね、こんな風に、まあ、人件費もかかる、燃料もかかる、なんだったら大きな手間がかかるっていうことで、非常に大きな損害につながるわけですね。で、実際私が予報を外したときに、そのコンサルティングのお電話をしたときにですね、事務所の方に、あんたね、一晩に何百万とか何千万とかかかるんだよ、分かってんのとかって、ものすごい剣幕で怒られました。大人なのに。まあ、そんなですね、大きいプレッシャーの中で、もう、とことんですね、予測を当てるっていうことにこだわり続けた結果、私は予測を当てられるようになりました。で、実際私が働く現場ではですね、ちゃんと予測を当てられる予報士さんたくさんいらっしゃいます。で、この、ね、天気予報ってこう予測当てるっていうことにものすごくこだわるべきだと思うんですね。それはもうテレビの天気予報も基本的には同じだと思います。テレビの、天気予報っていうのは当てられると、もっと。そうならば、今の天気予報じゃなくて、こんな天気予報はどうかなっていうのをね、ちょっと今日は考えてみました。で、例えば、曇りっていうね、天気予報があると思うんですけど、今曇りっていうと晴れ時々曇りとか、曇り一時雨とか、どんな雲が広がろうがですね、この表現一発で曇り終わりなんですが、実際の空って、よいしょ。あー、ごめんなさい。こんななんです。すごい、ね、表情生き生きと、もうすごいコロコロ変わるんですよ。で、何層にも重なってるし、しかも違う方向から風が吹いて、それに流されてる。で、違う種類の雲が現れてる。これをですね、曇りって表現一発で、まあ、表してしまうのはもったいない。当てられるなら。ってことで、もっとね、この曇りをはっきり言っちゃう天気予報。そういうのを考えました。まあ、例えば、色で表現してみたらどうだろうっていうことで、晴れ、時々曇りっていう予報が例えばあったとします。この曇りの中に、先ほど荒木さんが言っていた、なんだ、ゲリラ豪雨とか、局地的な、豪雨の可能性を秘めてる場合、こんなのどうでしょう。晴れ、3時、黒雲っつってね。黒雲出てくるのか、3時に。3時に黒雲出てくるんだったら、外で3時に待ち合わせするのやめようかな。いかにも危険な匂いをプンプンさせることでですね、情報が伝わりやすくなるんじゃないでしょうか。さらに、厚みで表現するっていうことも可能なんじゃないかなと思うんですね。薄曇りってこう空にこう薄く広がる、雲が薄く広がるっていう表現があるならですね、厚曇りっていうのがあってもいいと思うんですね。あ、なんか梅雨の一日にただの曇りじゃなくて厚曇りって言われたら、お、なんか今日は外に洗濯物干すのやめようかななんてことになるわけです。まあまあ、こんな風にですね、天気予報はもっとこう踏み込んだ予報を出せる時代とか出さなきゃいけない時代だと私は思うんですね。で、科学技術がもう皆さん分かったと思いますけれども、どんどん進歩していきます。で、進歩するなら気象予報士はもっともっと勉強して、その伝え方も変えていかなきゃいけないと私は思ってるんですね。で、なんならですね、元研究者とか学者の方にね、もっとでかい声出してもらって、面白いこと見つけたよ、もっと面白いことあるよ、言ってほしい。そうすることによって気象予報士は気づきます。お、勉強しなきゃって気づきます。そしたら解説変わるかもしれないし、なんだったら皆さんに直接ダイレクトに、あれ天気面白いかもって伝わるかもしれない、今より。そうすれば天気予報はもっと皆さんにとって面白くなる、そして使える情報になるというふうに私は思っています。以上です。どうもありがとうございました。佐々木さん、どうもありがとうございました。それでは、今村さん、準備をお願いします。佐々木さんが今、一例を出していただいた、その厚曇りとかですね、黒雲とか、あれなんですけど、もう佐々木さん自身はそういう予報をされてるっていうことですか？そうですね。黒雲とは言ってませんけど、大体同じようなことを。大体、違う表現で言ってます。厚曇りも薄曇りも明るい曇りとか暗い曇りっていうのは出しています、うん、実際。なるほど、分かりました。あとです、はいはい、この放送を見てる方っていうのはプロの研究者もアマチュアの研究者もそれからいろいろ興味があるって方もいっぱいいると思うのでそんな方がですね、もっと天気予報当てろとかあだこうだ言うこんな面白くなったよって言うと、はい、結果的にテレビの天気予報も、まあ、巡り巡って面白くなる。そういうことですね。はい、そういうことですね。分かりました。はい、では今村さん準備できたようです。よろしくお願いします。